はい、本日は1月20日朝6時の相場解説になります。昨日はね、セルの方向に相変わらず行くんじゃないかなと思って待ち構えていたんですけども、まあエントリーしたわけなんですけども、逆にですね、このレジサポラインを越えて大きく上にブレイクしちゃいましたね。結果バイの方が正解だったということで、私の場合はロスカットを食らってそのまま口を開けて見ているだけだったということでございます。そして反省のね、動画をすぐに作って、私は失敗しましたということで、昨日は振り返ったわけなんですけども、今日はですね、改めて別の見方をしていこうと思います。基本路線はやっぱりね、セルで行くんですよ。大きな時間軸がセルの方に向かってるんで。ただ1時間とか4時間のレベルではまだ横ばいが続くのかなっていうふうに感じてるんですよね。まあその辺も込みで今日の相場解説をご覧いただければと思います。ちなみにですね、暗号通貨の方はイーサリウムが私のね、予測した通り、そして期待している通りにちょっと値段を上げてですね、かなり含み益が出てきました。まあこの辺で私ね、イーサリアムだけでも決済して逃げてしまいたいなって気持ちもあるんですけども、含み益が増えたら増えたでもっと上がるんじゃないかなとか思っちゃうところがね、良くないところですよね。まあ暗号通貨もおかげさまでね、いろいろあったんですけども、トータルでは大きくプラスになってますんで、このテクニカルを利用してこれからね、もっともっと勝ち続けていきたいなと思います。単なるね、暗号通貨運だけだったんですけども、これからは運に少しだけ FX の要素を入れてテクニカルで勝っていきたいと思います。ただ注意点なんですけども、暗号通貨って取引をね、 FX みたいに細々とできないんですよ。だってそのたびに決済して課税対象になるわけでしょ。結局ね、スプレッドもありますし、細かく決済してると勝つことできないんですよ。まあ、ですんで年に1度か2度の決済っていうふうに私はね、決めてますね。結構ね、だから厳しいですね。今度イーサリアム決済するとしたら全決済で終了っていう形になります。そして改めて年をまたいだ時にまたね、購入かなっていう、そんなペースですよね。じゃあまあとりあえず暗号通貨のことを置いて、こちらの FX のドル円の方を見ていきましょう。はい、画面切り替えます。最初はこういうふうにね、デイリーの方ですね。デイリー皆さん引けてますか？線毎日毎日こう引いていますよ。私は相変わらず同じ作業をずっとしてますね。でここで下に行ったんですけども、残念ながら下に行っただけではなくて、下からずっと行くんじゃなくって、こういうふうにね、今昨日はまた上の方に行っちゃったわけですよね。まあですので私はロスカットを食らったってことになります。でも基本路線は右肩下がりですよ。はい、次です。さあ4時間になるとね、もう横ばいが見えてきたかなというところです。まあ波動的に言うとこういうふうな形で線を引いてるんですけども、私が思ったのは収束してですね、こういうふうに収束してブレイクが下の方向に行くのかなと思ったんですよ。ただ上に行っちゃいましたよね。ということで、また下の方に向かいました。細かいところは1時間でお話しします。1時間はこれです。はい、これね、横ばいなんですよ。大体こういうふうなレンジの間の横ばい、もっと言うとこことこの辺りの横ばいになりますね。まあですんで、そうですね、103円の630から105円の何がしかしだから、上下で30数ピップスしかないんですよ。まあですんでここのね、真ん中からエントリーすると、バイでエントリーするにしてもセルでエントリーするにしても手数料の割合がすごく大きいんでですね、エントリーには向かないなと思ってます。まあしばらくは1時間横ばいに向かうと思いますんで、ちょっとね、冷静に戻る意味でも様子を見守っていようかなと思います。全体的な流れっていうのはセルの方に行くと思うんですけどね。ただ1時間ではエントリーするに至らないようなこの感覚幅になってますね。ということで今日は水曜日ですか。水曜日なんで、21、22と明日、明後日と2日間ぐらいしかないのかな。あと1エントリーぐらいかな、できるのは。それであとね、40ピップスぐらいは取っていきたいなと思いますんで、だいたい4、5万ぐらいですね、取っていきたいと思いますんで、まあ今月もね、まあまあ、目標値には乗るんじゃないかなと思いますけどね。まあバイデンさんが大統領に決まって大きく上に突き上げるというところを取れなかったのが1月の悔やみですね。ちょっと慎重になりすぎたところがあります。あとセルを信じすぎましたね。ずっとセルで取れていきましたんで、まあそれも込みでテクニカルだと思いますんで、4割負けることを覚悟してね。そしてファンダメンタルズにはたまにやられることがあるというのもこれ覚悟の上なんですよ。まあ私としてはね、利益がずっと出ていれば目標金額月に50万、まあ、行かなくても、まあ去年もね3回ぐらいしか行かなかったんですけどね、まあ行かなくてもね、マイナスが出ずに
プラス数万とか十数万とか二十数万、この辺で終わればまずまずかなと思っております。あとはね、もう損するところがだいぶ固まってきたんで、要するに私マイナスにはなんないんですよ、 FX は。とりあえずはだから資金を増やせば大きくプラスもできるんですけども、資金を増やすとね心がブレるんで、ちょっとまだ増やせないですね。1ロットとかマックスでも5ロットぐらいまでかなと思いますけどね、うん、まあでもさすがにね5年やってれば勝てるようになりますね。本当に5年前が信じられないですよ。こんなにスラスラと相場解説ができて、いろんなところに線が引けてとかね、すごいなと思います。ですんでね、これからも皆さんね一緒に頑張っていきましょう、うん、それからエリオット波動とフォーメーション分析を中心とした FX の基礎講座、中編か、基礎講座じゃなくて中級編が待ってますんで、お心づもりをよろしくお願いします。それでは、あ、そうだ、おまけ、1個おまけがありました。昨日ね、ご質問いただいたのは LINE から。私の移動平均線なんですけども、何日ですかってことです。通常は5日間、20日間、100日もしくは200日で組むんですけど、私の場合はね5日、8日、13日なんですよ。だから皆さんとの移動平均線ちょっと違うでしょ。これはね、与沢翼さんのオリジナルの移動平均線、アリゲーターラインなんですよ。でこれをするとね、というかこれで教わっちゃったんで、これ以外のね移動平均線だと私逆に見にくいんですよ。たまに100日とか200日をね補助線として入れることがありますけども、自分に合った移動平均線ってあるもんですね。まあでも皆さんはね、できればセオリー通り5日、20日、100日、これを使ってもらいたいと思います。それでは今回は以上です。ありがとうございました。